はい、皆さんこんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。今日は日本で生活するメリット、日本で暮らしていていいなと思うことを、紹介したいと思います。日本にね、旅行で来たことがある人とかは、あ、そうだそうだ、日本は本当にそういうメリットがあっていい国だって思うかもしれないですね。今日は日本のいいところをたくさん紹介して、もう皆さんが日本に住みたくなるようにそんなポッドキャストにします。はい。まず一つ目ね。まず私が思うのは、日本で生活する生活費、費って費用の費ね。費用は値段、お金だから、生活費は、生活に必要なお金。日本は生活費が安いと思います。本当に安いと思う。例えば保険、みんなね、病気になったり怪我した時のために保険、インシュランスに入りますよね。もちろん会社で仕事をしていたら会社が保険の半分を払ってくれるんですが、自分でビジネスをしている人、会社で仕事をしていない人が入る国の保険があります。で、1ヶ月のその保険のお金が16,000円くらいです。で、私はこれすごくいいなと思ってます。で、このお金を払うと、病院に行ったら 70% のお金を国が払ってくれる。だから私たちが払うのは、30% ですね。この 16,000 円っていう、もちろんね、めちゃくちゃ安いわけじゃないけど、他の高い国に比べたらめっちゃ安いんじゃないかなって思います。あとは電気代とか、水道ガスに使うお金も結構安い。例えば、私はね、この冬毎日、エアコン、ヒーターを使っていましたが、電気代は1ヶ月で10,000円でした。もっと高い国あるんじゃないかなって思う。あとは家が結構安い。特に田舎、もう日本って、日本だけじゃないけど、日本はやっぱり今どんどん人が少なくなってきて、で、田舎ではもう特に人が少なくなって家がたくさん余っている感じなんですね。だからもしね、そういう田舎に住んでもいいよっていう人だったら、家が安く買える。本当に安い。本当ね、例えばもう300万円とか500万円くらいで買えるんですね。で、多分今皆さん、300万円って自分たちの、例えばドルだったらいくらだろうとか、多分今計算してると思うんだけど私もね、お金の計算は今も全然できないです。300万円とか500万円くらいで家が普通に買えます。で、家賃もそんなに高くないです。今私が住んでるこのアパートは、カウンターキッチンと広い、ダイニングとリビングが一つになった部屋、あと寝室、ベッドルームで、大きいトイレとかお風呂とかがあって、45,000円くらいかな。そう。もちろんここは田舎だけど、東京はね、もちろんもう少し、高いし、狭いけど、ほんとね、多分10万円、9万円くらいでアパートが借りられると思います。結構安いよね。いや、もちろんね、日本のお給料はやっぱ低いなと思うんだけど、でもそれはね、例えばフルリモートをしてお給料をたくさんもらいながら日本の田舎で生活するということができたりしたら、もう本当にね、天国だと思います。私もそんな生活がしてみたいです。だから、日本はね結構安い、あと他の日本のいいところは綺麗かな、清潔ですね。ゴミが少ないかな。もちろんこの私が住んでる場所でも川とかに、ペットボトルとかゴミとかがよく落ちてます。でそういうのをね捨てるのって大体もうおじいちゃんおばあちゃんとかなんだけど、大きな町に行った時とかもゴミはやっぱり少ないし、東京のね歌舞伎町とかそういう本当にやばいところに行ったら本当ゴミも多いし臭いけど、もうほとんどの町はそんなことはないです。でゴミが少ないし、だからあんまりね臭いと思わないですね。はい、そう思います。あとはトイレがほとんどどこに行っても綺麗。もう町のトイレは本当綺麗です。前も私ベトナムに行ったらお店のトイレに入ったらトイレの床に、トイレットペーパーがたくさん落ちてたりなんか濡れてたり臭かったりしたんだけど、そんなことは、ほとんどないですね。日本のトイレは、どこ行っても綺麗かな。あと悪いヤクザとかさいるけど、でも街を歩いてて危ない思いをしたこととかは私はないですね。もちろんね痴漢とかさ、痴漢って電車のとか人が多いところで若い人の体を触ったりとかねあるけど、でもそうだなあるんだけど、例えばナイフを持ってとか銃を持ってみたいなそういう怖い人って本当いないですね。私の彼氏が、15歳くらいまでイギリスのリーズっていう町に住んでいたんですが、もうその町にいる時は本当ねナイフを持った人に追いかけられたこととか、あと花火を向けられたこととか、なんか本当ねいろんな怖いことがあって、いつも安心していられなかったって言ってましたね。そういう思いをしたことは私は日本ではないです。で人もだいたい優しい、めっちゃ面白い人が多いとか明るい人が多いということはないかもしれないけど、お店に行ったりレストランに行った時にだいたいみんなすごく丁寧で助けてくれるかな。そういう意地悪な悪い人って本当少ないような気がします。電車とかバスも絶対に時間通りに来るんですよね。だから本当ね電車が1分とか2分でも遅れてたら私も嘘なんでやばなんで来ないのとか思うし、だから結構生活はしやすい国だと思うんだけど、皆さんどう思いますか？どうかな？これぐらいかな日本のいいところ。さっきねちょっと考えてみて、私が思ったことをこのエピソードで話してみたんだけど、皆さんはどう思いますか？他にも日本のいいところとかありますか？日本の食べ物が好きな人はね嬉しいかもしれないよね。レストランとかも結構安いと思います。だいたい1000円くらいで、美味しいランチも食べられるし、生活しやすい国だと私は思っています。なので、私もね昔は外国に住んでみたいと思ったこともあったけど、最近思うのは例えば仕事はねいつか日本じゃない国の仕事をねリモートでやってみたいなと思ったりしていて、で旅行にもたくさん行きたいけど、私の家は日本にあったらいいなと最近よく思うんですね。まあ皆さんもどう思うか分かんないけど、まあぜひね今度日本に旅行に来てみてちょっとね日本の生活を体験してみてください。でぜひね皆さんの考えとか教えてください。はい。まあ今日はこんな感じで終わろうかな。いつもありがとうございます。でもしこのポッドキャスト気に入ったらトランスクリプトを作っているので私のメンバーシップのパトレオンからダウンロードして使うことができます。結構ね便利なトランスクリプトなのでもし興味があったら、ぜひ使ってみてください。お願いします。じゃあ以上です。お疲れ様でした。またね。バイバイ。